はい今日もありがとうございました、えー、心地よい時間みんなと共有することができましたありがとうございましたえー、ともうこれで11年目に今入ってるんですけれどもまあ長々と私も参加させていただきましたまあ、よくも続いたなぁなんと改めて思います、ね、なぜ人間塾とこうやってみんなって喋ってるとですねやっぱりこう元気が出てくるっていうかななんか明日からまた頑張ろうなんて気になってるんですが なんかこうみんなと喋ってると気持ちいいっていうんですかねっていうのがあるなと思ってなんか佳代先生も言ってたんですよねえー、っと79ページですか真ん中辺であの説教で語られる話が何と言っても良い話に違いないので話をしている本人が自己陶酔するので長くなる。 ースの自分の子の方を棚に上げておいて良いことを話しているといかにも自分が素晴らしい人間であるかのような錯覚を持ってくるのでなかなかやめられないそうです <laughs> ずばリ的を得てましてですねでその次の80ページの真ん中辺の下の方で上司は上司なりに欲求不満がたまってくるとその吐け口として部下に説教するというのが実情ではないだろう。 常に述べたように言う内容としては自分ながら感心したくなるようなことを言うわけだし精神衛生という点から見てなかなか効果のある方法だって言ってるんですよね。<laughs> なるほどだから人間塾って心地よいのかなんていうのを思ってましてさてあの総評させていただこうかなと思うんですがこれも、まあ、あの早尾先生が最後の段落で81ページ 時には息抜きに説教をやらかしていただいているということでちょっと皆さん10分間あの我慢していただいていただける聞いていただければと思います。で、えー、そもそもこの私がですね人間塾に入ってきたっていうかこう長々とやってきたっていうのが、まあ、お題1お題2と絡んでくるんですけれどもやっぱり子どもからの育ってた えー、状況で、まあ、長男坊だったので、まあ、ちゃんとしないとダメだよね、お兄ちゃんはみたいなところがありましてです、ね、どうも一生懸命頑張らないと、お兄ちゃんはちゃんとしないとだめなんだっていうところで、まあ、育ってきちゃったのかななんていうのがありました。 そうするとやっぱりこう100点を取らないと常に頑張らないとまた僕はだめになっちゃう生癖が出てきてまた親に怒られちゃうとかなんかいろいろ思ってどん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 頑張ろう頑張ろうなんて思うんですけれどもその実はその頑張ろうっていうのは実はこの、えー、早駿先生は、えー、忍耐力イコール精神という図式がこれは免罪符なんだよっつって。 言ってるんですよね我々はこれほどの苦しさに耐えてやってきたという言い訳を負けた時に言いやすいんですよってあもしかして俺そこなんていうのもちょっと感じたりはしたんですけれどもあの駿先生はですねそのあまりその真面目なに真面目っていうのをやってると 60ページのちょうど真ん中辺に真面目な人は住んでいる世界を狭く限定してその中で真面目にやっているので相手の世界にまで心を開いて対話していく余裕がないんですとだからまあ休み休み真面目も言いなさいよというとまあ余裕が出てきて一本筋の自分の生き方以外に多くの他の筋が見えてくるって言ってくるまあてくる。 余裕を持つのがすごい大事ですよなんていうふうに、えー、言われてるもんで、ああ、確かにその会社で失敗した時とかなんだかっていうのは、こうやって余裕を持つべきだったんだな、あんまりこう、差し,しこばって、なんか頑張らないといかん,いいか,んかったんだな、なんと、まあ、あの反省は今、してるんですけれども、その苦しい当初っていうのは、なかなかその、 えー、気,気がつかないっていうんですかね、自分でどうしたらいいのか分からないって、うね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 考えてるわけですよね、まあ、あのその状態、早尾先生は147ページで、えー、最初の4行目ぐらいの下の方で、次々と襲ってくる不幸や災難に対処していかなければならないので、それに追われている他人のことなど、考える余裕がない、まあ、まさにその通りなんですよね、余裕がないから余計焦ってきちゃう。 なんとかせにゃいかんなんつってぐる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 考えるわけですけれどもだん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 その自分は正しくもっと頑張らないとなんていうふうにどん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 こう自分を責めていっちゃって最終的には、まあえー、205ページの心配、えー、後ろの最後の段落のところで心配や苦しみも楽しみのうちなどといってもその渦中にある時は心配に打ちのめされたり苦しみから逃れようと無駄打ち回ったりで楽しみどころではないかもしれないっていう。 まさにそうなんですけれども、じゃあどうしたらいいのかって言って、今自分で考えて、今こうして、まあえー、生きていられるっていうのは、なんだかんだこうみんなと出会って、とりあえず何かやれと。まず何かやってみようよっていうのも、確かに早尾先生言ってたなっていうのが、えっ、ー、と、62ページぐらいのところだったですからね。えっ、ー、と、具体的に言うと、 えー、65ページの最後,最後の方でともかくまずやっていただきたいやってみないと物,語があの物事は分からないんですよこれ当たり前のことってあの当たり前のことしか書いてないじゃねえかなんていう,いう方もいらっしゃるかもしれないですけどもこういうことをとりあえず苦しい苦しいどうしようああってもがいててでもなんかやる。 何かやっていくと何かしらこう変化してくるっていうんですかね何か出てくる答えが出てくるわけじゃないんですけども何かしてると何かこうその周りの状況が変わってきたりする時もあったりするんですでそれが68ページでその68ページの下の方真ん中から下の方に なんかその生じた変化によって経験したことはその人が次に自分の在り方と照合しつつ新たな方向性を見いだしていくための参考になることが多いって言ってるんですよ。なんかそのちゃんと解決しなかったかもしれないですけどなんだかんだあがいてもがいてやってると次のその参考になるとい要は経験値が上がるようなことを先生言っておられてて。 なるほど、じゃあ、それっていうのはあの本当は答えがポンと出てくるのが一番いいかもしれないけどそうやってウニ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 やっててとりあえず挑戦してやることをやってみるとそうするとなんかそれが経験値としてポンポンポンとゲー,ムのあのゲ,ームゲームっていうんですかねロールプレイングのゲームの,そのヒーローじゃないですけどちょっとずつこう自分が強くなっていく経験値が上がっていくと。 で、それって一見遠回りなような気がするんですけど、それっていうのはもしかしたら、あの、はや早尾先生が言ってる、えっ、ー、と、これは169ページかな道草っていう話が出てるんですよね。たまにはその遠回りしてるかもしれないけど、その道草っていうのは、それはとても大事なことなんですよと、一番最後の方。 169ページ、一番最後、道草によってこそ、道の味が分かると言っても、それを味わう力を持たなければならない、そのためには漱石の道草ほどまでにはいかないとしても、それを眺める視点を持つことが必要だと思われる。要は、視点が変わってくるっていうことそのトリガーになってくると先生は言ってるのかななんて思うんです。そうすると、あのちょっとこれ、私のあの、極かもしれないんですけども、 あの初めの方に出てきた、あの鏡え鏡なんだ絵に描いた餅。場合によっては、その絵に描いた餅っていうのは、実際の餅よりも価値が高いと。だから、絵に描いた餅の鑑賞力を磨くことを心がけるっていうことが、これからも大事になるんですよっていうのが、25ページの一番最後にも書いてありました。そんなことをやっていけば今 他人は変わらないとか人の心は分からないですよねとはや先生は一番最初の人の心なら分かるはずがないと言ってるんですけれども他の人に影響されずにちょっとずつ自分がこう経験値として上がっていく成長していくっていうことをこうなんだろう経験値と上がってくるからだん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 ,だんその周りからの影響を受けにくくなっていく。 そうするとこうなんか余裕が出てくる余裕が出てくるとあの早尾先生が言ってるその100点取らなくてもいいんだと大事な時に100点を出すようにたまたま時々休みなさいよその余裕が大事なんですとその余裕を、えー、持ってくると、えー、人っていうのは、えー だだんだんその苦しみの状況からだんだん逃れられるようになってくるとまたちょっと205ページに戻るんですけども後ろの段落でそのような状況から抜け出した後で思い返してみるとやっぱり楽しみのうちだったのかなその苦しい心配事や苦しみ事っていうのが思えてくるようになってくるっていうんですよ。 このような経験を重ねていくと心配や苦しみに対して他の人よりは落ち着いて受けられるようになるそうするとだんだんなん,ん余裕もどんどんできてくるのかななんていうふうに思いました。 まあこれも私の極解なのかもしれないですけども、そうすると周りの人に影響されなくても、とりあえず、えー、29ページで先生言ってるように、まずじ、一番最後の段落、まず自分がしっかり生きることを考える方が得策になると、まず外野、えー、でああだのこうだの,言,うよりあの言われてるけれども、まずその周りに振り回されないで、まず自分のことをしっかり楽しむと。 しっかりやるっていうことをまず心がけていれば、えー、周りに流されずにだん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 スキルアップになってくるんじゃないかそれでやることをやっていればもっとこう余裕が出てくるそうすると今振り返ってみると楽しみになってくるのかなそういうのもなんていうのもこう人生でこうなんだろう長,長く生きてくるとだん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 その余裕も大きくなってくるのかな そうするとこの、まあ、私も,もうそろそろ還暦になってくるんですけど、229ページの最後の方、ここでは、その想像っていう話が出てるんですけども、一番最後の段落、私が生きたという実感を持ったとき、それはいつ誰によっても奪われることのないものであることが明らかで、想像の実感も伴うはずである。 それが明確なものになればなるほど一般的な社会的評価はそれほど気にならなくなるしそれは最も普遍的な存在の一部としての責任を果たしたという自己評価につながってくる。ああ、俺、すごいいい人生だった。俺、すごい頑張った、この人生って。なんか、こうすごい達観できるような余裕が出てくるのかな、ひいては。 なんというふうになってくると最終的に私がよく日頃からも言ってるようなことになっちゃうんですけどいかに人生楽しみましょうよまずそのいろいろあるかもしんないけどいろいろやってるうちになんかスキルもアップしてくるし心配事も後とで喉元過ぎちゃえば楽になる楽しめるようになるんだからっていうことを続けていくとなんかしまいにはこう何のために生きてるんだ とりあえず俺後悔ないし今死んでもまあとりあえずいい人生だったなと思えるんであればであれば129ページ最後仮に運命があったとしてもそれを受け止め方によって全く異なるものになってくるということを強調したかった受け止め方を変えるいろいろやってくるうちに余裕が出てくるとこの受け止め方っていうのもちょっと変わってくる視点が変わってくる でその受け止め方に失敗したとしても真剣にやればそれはそれなりにまた面白い結果を引き出すものである。じゃあいいじゃん。いろいろやってみて。でもって何か視点が変わってくればまた面白いことになってくる。そしたら余裕も出てくる。運命を嘆いてみたり、なんとか変えられないかと無謀なことをしたりすることよりは。 いかに思えま,まあいかにこれ歌い上げるかってこれ運命の話ベートーベンの運命の話のところだからまあ歌い上げるっていうんですけれども要は人生いかに楽しく生きようかっていうところに何か目を向けるとおい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 俺の人生も漫才でもないぜっていうふうなのを感じるのかななんていうふうに今思ってます。 ということで、えー、ちょっと息抜きさせていただきました。ありがとうございました。お後がよろしいようで。